では特集です。脳出血が原因で右半身に麻痺のある19歳の青年が父親とともに2人乗りの自転車タンデム自転車で愛媛から広島に向けてしまなみ海道縦断の旅に挑戦しました。障害がある中で掲げた大きな目標、親子の思いに迫ります。行くよ。2人で息を合わせてペダルを漕ぐことで進むタンデム自転車。このタンデム自転車と出会い、大きな目標を見つけた親子がいます。でも大丈夫、大丈夫。19歳の佐川陸さんと父、浩二さんです。すごいスムーズに進むやろ。気持ちよかったです。乗ってる間も全然問題なかったんで、はい、オッケーね、バッチリやね、とりあえずね。リクさんは右半身に麻痺があり、一人で自転車に乗ることはできません。麻痺の原因は脳出血。それは3年前、高校2年の夏休みのことでした。先天的な脳動静脈奇形っていう10万人に1人の脳血管の障害があって、それが破裂しましたと。一瞬にして、まあ、みんなの人生が変わったみたいな感じですね。はい。さあ、リクくん。リクくん。突然脳出血を起こし倒れたリクさん。幸いにも一命を取り留めましたが、後遺症で右半身の麻痺に加え、重度の記憶障害や失語症が残りました。覚えてないです。気づいたら、今なので全く覚えてない。レタスで、コツコツとリハビリに取り組み、少しずつ症状を改善させていく息子。父、浩二さんにはある決意がありました。何か一緒にこう意識がなかった頃に、目標を一緒に共有して、それに向かって歩んでいって、サポートを、本当にそんな日が来たらいいなってずっと思ってたんで。そんな時に出会ったのがタンデム自転車でした。それこそ一緒に漕ぐから時間も共有できるし、リハビリにもなるし、しまなみ海道をタンデム自転車で、まあ、70キロ1泊2日でゴールしたいなっていうのが今一つの目標ですね。今一番のやるよ、可能性は現代、そう、可能性は無限大です。可能性は無限大。リクさんの意識がなかった時も、父浩二さんが耳元でささやき続けた言葉でした。この言葉を胸に、2人はサイクリングイベントにも積極的に参加し、50キロを走破するなど、目標に向かって自信をつけてきました。そんな親子の目標を応援しようと動き出したのが、さまざまな乗り物を通して障害者の交流を行っている松山市の NPO 法人のんちゃんクラブ。リクさんの障害に合わせたペダルやハンドルを作り、しまなみ海道縦走のサポートを約束してくれました。これなら、いけそうです。お、このタンデムを作った人が、まあ、いわゆるその障害を持った人たちも自転車に乗れるっていうコンセプトがあったわけよね。家族でこうやって走ってどんどん成長できるっていうのは最高のね、スタイルだもんね。よかった。
ございます。頑張るよ。多くの人のサポートを受けながらペダルを漕ぎ続けて1年半。今回リクさんには一緒に挑戦してくれる頼もしい仲間がいます。リクさんと同じ病気で左半身に麻痺のある渡辺里乃さん。脳性麻痺で手足の麻痺と知的障害がある久保博人さん。笑顔で走り切れるように頑張りたいです。暑いんですけど熱中症にならないように最後まで走りたいと思います。この日のためにいろんなものを準備をしました。今日は、頑張ってしまなみ頑張ります。彼らの挑戦をサポートするためにのんちゃんクラブのボランティアも参加してくれました。総勢26人のキャラバンでしまなみ海道に挑みます。コースは今治の糸山公園から広島県の尾道を目指す70キロ。途中にはアップダウンもある2日間の行程です。橋が渡るときは一番緊張しましたんですけど、でも同時に爽快感がありました。はい、やって食べる。観光スポットを巡りながらのこのコース、今治の3つの島を渡って初日に目指すのは広島県の生口島です。日中の気温が34度に迫る中、父・浩二さんは暑い、なんでギアをもう軽くした、しんどいけんよ、重くしたら。いや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 、重くして、うん、重くして、うん、僕はちょっともう本当に熱中症になるかなと思って相当ちょっとダウンするかなと思ったんですけど、リクが相当後ろから早踏め早踏めって相当煽られたんで、立場が完全に逆転してしまったんで、なんとかここから盛り返さないと。頑張ってね。頑張ってね。しまなみ海道ならではな風景にペダルも快調。辛い坂道もファイト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 。そしていよいよゴール。やったね。こういう時ってさ、
心臓がバクバクする、うん、バクバクする、心臓バクバクするそうか、興奮した、うん、あ、お疲れ、ゆんちゃん興奮した。他の仲間も続々と到着、誰一人リタイアすることなく無事に走り切りました。よかった、よかった、よかった、よし、やりました、よし、どうでした？道中、うん、しんどくなってやめようとはと思ったんですけど、うん、でも、もうここまで来たら最後まで行くしかないなと思って、でも無事にゴールできてよかったです。いや、素晴らしい。目標達成は新たなステージへの扉、この喜びがさらなる挑戦へと向かわせます。そう、可能性は無限大なのだから。やっぱり大きなことでも小さなことでも目標を持つということが前に進む力になるんだなと思いましたね、うん、そうですよね、可能性は無限大、これからの挑戦も楽しみです。うん。